どうも皆さん、こんにちは。簡単ウクレレ教室ガズレレのガズでございます。本日はですね、最近、ちょっとシリーズで取り組んでいる、ガズの右手のドアップシリーズ、最新版いこうと思います。今日取り上げたいリズムは、ガズレレが弾く、レトロビート。右手をですね、超ドアップで、こっちからとこっちからいつもの流れでやっていこうと思っております。さあ、この右手のドアップ、かなりね、皆さん、面白かったというようなね、ご反響をいただいておりまして、再生リスト作ってますよ。ここにリンク貼っとくんで、今までやったのは16ビートと16ビートのチャと、8ビートと8ビートのチャの基本のね、右手超ドアップ、こっちから目線、こっちから目線動画をやってますんで、ぜひこの再生リスト概要欄にも貼っときますんで、見ていてください。はい、そしたら今日はね、もう早速やっていこうと思うんですけど、今日もしかしてこの動画初めて見たという方、ウクレレめちゃくちゃ楽しいから始めてください。ここにリンク貼っときます。ウクレレここのねリンク先行ってね、順番通りにね、もうウクレレ触りながら動画見てたらあっという間にできますからね、楽しんでいきましょう。さあ、じゃあレトロビートなんですけどね、あ、ちょっとよくね見る角度はこれでしょ。このねよく見てると思うんですけど、これをですねいろんな角度から掘り下げてみましょう。まずはこっちからの画角で撮ってみる。レトロビートで、いつものようにこのコード進行でやってみようと思います。まずゆっくりね、1、2、3、4。舐めて、グランダン、親指でこう なぞるように指板を。このねガズモデルとかこの G ラボのウクレレはこのフレットの設定にもよりますけど、この12フレットの人はですね、12フレットモデル、はい、ここのねガズレレのウクレレってこのフレットのが選べるんですけど、このガズが好きなのはね、ここで止めといて、ここの部分をね、すごくうまく使うんですよ。こういう風に。すごくやりやすいですよ。まあもちろんフレットがあってもできますけどね。はい。ガズはここのところで大体こんな風にやってますよということです。じゃあいつものコード進行でもう一回ちょっと早めでやってみます。なんでじっくりドロロッとためてドロッダンスタッタンドロンドロンダンスタッタン、1弦までしっかり、この1弦までね斜めに使うのが結構ポイントだと思いますね。こういうダッダンドランダンダンカッカッ、1弦までね、しっかり鳴らす。はい。で、レトロビートの紹介でも言ってるんですけど、今親指でこうやってやってるんですけど、こういう感じでね、これなんかね、スパニッシュギターみたいに弾いてもかっこいいですよ。でもこれちょっと難しい。でも一応ちょっとやっときましょうか。せーの、3、はい。これもいいよね。ちょっとゆっくりやってみると、これも力入れてるとね、結構できない。このわかる、このトラッとラッとラッ、まあでもこっちで十分かっこいいと思うけどね。これでね、こっちの方がなんかこうカタカタっていう音がしないから、なんかこう滑らかな感じがすると思います。これもでも試してやってみるともいいかもよ。薬指、中指、人差し指みたいな。はい。こんな感じですね。で、あともう一個、ちょっと興味あるのは皆さん、こんな感じのワンブロックコードが2個ついてる時のレトロビート、これ結構悩んでる方が多いと思うんで、これもちょっと触れておきましょう。じゃあこのコード進行でやってみます。せーの、3、はい。今のパターンは F から G7、 ワンブロック F から G7 だとするとダンドロランダンダンチャッカみたいな感じだね。シンコペーションっぽい感じです。ダンドロランダンダチャッパ、シンコペーションっていうかドンドロランダンダチャッパ
っていう風に結構ガズはやるパターンが多いです。今度は角度変えてこのコードチェンジ、左手の指とのこっちのタイミングを見てください。いきますよ、せーの、3、はい。多いんですけど、これでもいいですよ。これでもかっこいいかも。これ曲によって合わせればいいと思うんだけど、他のワンブロックコード1個の時にはダンスタンチャッカドンドラダンダンチャッカってやってるから、これとノリを合わせると今の F の G7 のパターンだとダンダランダン G7、 ここで変わる。こんなのがいいと思います。はい。今度はちょっと角度を変えて上から弾いてる人の目線から撮ってみようと思います。じゃあまたこのコード進行でやってみる。ワン、ツー、スリー、フォー。こうね、右手をこうね、なんかこう跳ねるような感じで軽やかに。なんかドラッとこの動きがね、結構自分で見ててもね、面白いなと思うんだよね。ちょっとゆっくりやってみようか、せーの。さっきもやったこのやり方でやってみようか。そのちょっとスパニッシュギターっぽい感じでやってみる。せーの。でもこのカチャカチャって音がする、爪がね当たってるからね、カチャカチャって言っちゃうんですよね。なんでやっぱり親指の方がちょっとやっぱガズとしてもおすすめかな、皆さんにとってもね。これなんかこれスパーンっていうこういうのもすごくかっこいいんだけどね。でこっちの方が難しいわけだから、まあちょっとこれもちょっと試してみて、みんな一個の弾き方のね、あれですけど、はい、まあガズとしてはこれがおすすめだぞということで、皆さんにもお伝えしてますけど、やっぱこのね、斜めに使ってこうとろかすように親指のこの腹のねこの部分を使ってこういうことですよ。はい、ガズがいつもここで弾いてるからここのとこ見える？すごいなんかこの弾いてる後でさ、木材がさ、すごいことになって、ツルツルになって、もうすり減っちゃってるんだけど、これがまた勲章なんですよね、楽器をやる上での。はい。じゃあ今度は、さっきも出てきた、このコード進行のパターン、ワンブロックコード2個が入って混ざってくるパターンでやってみようと思います。はい、まずその1。せーの。わかった？シンコペーションっぽい感じとか、リズムに乗ったパターンのイメージね。ここ。つった、もう一回、アップで G7 って感じかな。ワンブロック2つのところは、次ね、ここどうかな、今ので分かる。このワンブロック2つってちょっとね、やりづらいってとこあるんだけど、もう一個のやり方はもっと簡単。いきます、せーの。簡単かも。トンドロラタンダパカ、トンドロラタンダパカ、トンドロラタ、トンドロラタ、トンドロラタンダパ。こっちの方がなんかこう、なんちゅうの、メルヘンチックな感じっていうかね、さっきやった方がちょっとかっこいいかも。さっきやった方は、わかる？変化。この F からいって、タツタ、G7 が短いんだよね。トンドロンダンダツタ、トンドロンダンダツ、トンドロンドンダツタ、トンドロンダンツタ、
はい、このパターンの方がかっこいいかもしれないですね。はい、だからレトロビート1ブロック2コア、ちょっとこれでまた皆さんお勉強してください。難しかったらさっきのね、ドンドロランタン、トンドロランタンでもかっこいいと思うんですけど、とにかく、まあ基本的には今日はこの角度を変えてみるというのがね、一番の今日のこの勉強ポイントですから。はい。綺麗に音がスパーンと鳴ってるかどうか、ジャカちゃん、はい、参考になりましたでしょうか。こうやっぱりちょっと立体感がやっぱあると思いますね。こうではない、これだとレトロビートできないと思うよ。無理、これではできない。やっぱここ立体的にここに距離がないとこの自由度が高まらないんで、こうやって弾いちゃってる人はレトロビート難しいと思うね。だからまあちょっとこういう風に立体的になるようにちょっとトライしてみてください。さあ、そういうわけで手も手元ドアップ、右手手も手元ドアップやってみたけど、いかがだったですか。ここだけで見てるんじゃちょっとわからない、奥行きっていうかね、ここの距離なんだよ結局。いつも言ってるけど、ここの距離がやっぱり、結構リズムでは大事になるかなと思ってて、なんでこういうイメージからこういうイメージに変える、いつも言ってますけど、ここは離しちゃダメよ。肘離すと疲れるからね。ここはこうちょいと支えたまんま、体を柔らかく揺らしてっていう風な感じで、こう軽やかに、まあ力はやっぱいらないよ。力入れたらベキベキベキってなっちゃうから、力入んないようにこの指板の上でね、指板の上だとこれ以上深く指が入んないでしょ。でもこういうところだとこういくらでもバキバキいっちゃうから、その指板の上でこう斜めに親指をこう滑らせるっていうのが結構キーワードになるかもしれません。これも結構参考になったんじゃないかな。レトロビートね、なかなかこううまくね、うまくいかないという方も結構見えるんでね、ないかな。皆さんのヒントになること間違いなしだと思いますので、じっくり見てゆっくり練習していてみてください。さっきも言ったけど、このね、右手ドアップシリーズの再生リストね、概要欄に貼っとくんで、また見てくださいね。そして今夜はですね、横浜のライブなんですよ。楽しみ、これから用意して出かけるんですけど、5日6日は新宿御苑でこのイベントに出てます。はい、5日の13時20分から、ガズさんの、ライブの時間20分ぐらいあるんですけども、Gラボショップ、このウクレレの Gラボの、ね、ポップアップショップは5日6日両日とも最初から最後までオープンして試奏したりいろいろできるんで、ぜひ皆さん日本全国から集まってきてください。それではですね、今日の動画はこちらで終了になります。またレッスン動画ガズレレもうどんどんやっていきますから、よろしくお願いします。さよなら、バイバイ。